皆さんこんにちは、着物カフェです。気軽に入れるカフェみたいに気楽に楽しく普段着物を楽しみたい人に向けてのチャンネルとなっています。よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。はい、今回はずっと行きたかった京都の東寺でやっている工房市に行ってきました。見てください、着物が1000円ですよ安すぎますよね。本当にね、あの着物とか帯がね1000円で売ってるとこがたくさんありました。前から SNS などで見ていてすごく行ってみたいなと思ってたんですが、今回ですね、たまたま私の母と母の友達が京都旅行に来ているということだったので、日にちを合わせて私は朝6時の新幹線に乗って、そのまま日帰りで帰るというねコースを予定しまして、存分にね一日見て回ってきました。しかも朝早くに起きてですね、ちゃんと着物を着たっていうね自分を褒めてあげたい、はい、なのでもう顔パンパンのむくみマックスで、京都を楽しんできました。日帰りなんてね結構無理なんじゃないかなって思ってたんですけど、でもね、私の最寄りの駅からトータルで3時間ぐらいで京都着いたので、なんか行けなくはないなってずっと思ってたので、今回行けてすごく良かったです。はい、で母たちはもう京都はね何回も来てるので、詳しい人とね一緒に京都回ると無駄なく回れてすごく楽しかったですはい、はい、でちょっとね好みの着物はなかなか見つからなかったんですけど、今回ね帯はたくさん買ってきましたので、今回のね購入品は最後に、全てご紹介したいと思うので、最後までぜひ動画見ていってください。今私はですね、和裁教室に通っていて、着物を作ったりしているんですが、やっぱ着物はねなかなかなかったけどね、欲しい反物なんか結構あったんですね。はい、でもいいものはやっぱりいいお値段したので、ちょっと今回は、帯とか小物だけ買いました。はい、で今こちらが清浄堂さんのお店になります。私はずっとね清浄堂さんに行ってみたかったんですけれども、アンティーク着物屋さんのお店になります。もうすべてね素敵なものばっかりで、どれもね欲しいものばっかりだったんですけれども、今回一つだけ帯留めを購入させていただいたので、そちらも動画の後半に紹介したいと思います。オーナーさんもねとても気さくな方で、とても楽しかったです。はい、お正月にいいかも。宝尽くしです。地模様がすっごい可愛い。清浄堂さんはオンラインショップでも購入することができるので、概要欄の方に載せておきますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。本当にね素敵なものがたくさん、販売されてますので、ぜひ見に行ってみてください。はい、ということで、本当ね日帰りの京都だったんですが、とても楽しく過ごすことができました。それでは購入したものを紹介したいと思います。はい、ではまず帯の方から紹介していきたいと思います。こちらはですね同じお店で全て買ったんですけれども、60代くらいなのかなのね夫婦の方がやられていて、すごくね気さくなお父さんとお話をしながら購入しました。はい、こちらです。白い帯なんですけど、この、ね、笹の葉が描かれていて、内側ね結構こういう濃い、赤い帯になっていて、リバーシブルとして使うこともできる感じなんですかね。はい、でも、この、ね、私は白い帯が欲しかったので、こちらにしました。最初ねこれが目に留まって気になってたんですけど、やっぱどうしてもね少しシミとかが、あったりとかして迷ってたんですが、お父さんがねすごく使ってくれる人に買ってほしいということでね、かなりお値下げしてくれたので、まあ、こちら買うことにしました。お太鼓するとちょっとここのね垂れのとこにシミがあるんですが、まあ、
普段着物だったら許容範囲かなということでこちらを購入しました。何かで落ちるといいんですけどね。これカビなのかな、なんかこう歯ブラシとかでちょっと汚れ落ちないかなはい、ということでこちらがまず一つ目の帯です。やっぱ白い帯って一つあるとすごく使えるっていう感じで欲しかったので、こちらは買ってよかったです。はい、では二つ目がこちらの帯ですこちらね、黒い帯なんですけれども、このね檻の模様がすごく可愛くって、私好みだなっていう感じの帯だったのでこちらも購入しました。こちらはね確かね未使用品だったと思います。はい、こういった黒い帯でも檻の帯だとカジュアルな感じで重くならないのでいいですよね。意外といろんなものに合いそうな感じなのでこちらを購入しました。なんかこう素材的にもし帯として使わなくなっても、なんかこうテーブルクロスというかそういう感じで使ったり飾ったりすることもできそうな感じだなと思います。はい、では次がこちらもすごくお気に入りの帯です。老血染めの藍染めかなの帯になります。これね、お花なんだろう、スズランなんですかね。はい、すごくねこの色とねこの柄が気に入ってこちらを購入しました。この前自分で仕立てた藍染め綿の着物なんかにも合うんじゃないかなと思ってます。なんだかんだ結構自分の好きなジャンルが決まってるとなんか全て合わせやすそうな気がします。はい、ちょっとねやっぱシミとかはあるんですよね。こちらは隠れる場所ではあるんですけど、はい、これが前に出てくる柄です。この前に出てくる柄見るのもすごく好きですはい、お太鼓にした時どんな感じかなっていうのを見ながらね、購入するのがすごい楽しいですよね。一応ね、さっきのは作家物さんなんですかね、サインみたいなのが書いてありましたけど、はい、こちらを、またコーディネートしていきたいと思います。はい、では次の帯を紹介したいと思います。じゃんちょっとねかっこいい感じの帯ですね。何の柄なんでしょうね。ちょっとあやめな感じにも見えたりもしたんですけど、なんかかっこいい紫と黒の帯です。結構渋いコーディネートが好きなので、この帯も、いいんじゃないかなと思って買いました。でちょっとシミもあるんですけれども、まあまあ使えなくもないという感じで、こちらもね結構お値下げしてくれましたので、合わせて買ってみました。こういう感じです。かっこいいですよね。はい、こちらが最後の帯となりますそうですね、合計私は5枚着物を買いました。はい、こちらも織の帯になります。私ねこういう感じ好きなんですよね。母のね、母とか母の友達からするとやっぱこういうのはね、私たち世代はあまり選ばないわって言われたんですけどなんかやっぱり私こういう渋いというかなんか地味な感じもすごく好きです。やっぱね、工房市で見ていてもアンティークの着物とかもたくさんあったりとかして、やっぱりすごくね華やかで素敵だなと思うんですけどね、なんか自分が着るときはなんかちょっと地味めになっちゃいますはい、あとはこういった感じの刺し子がされてるコースターを買ったりとか、これは祇園の方に移動してお店で買ったんですけども、永楽屋さんの手ぬぐいです。ね、手ぬぐいはやっぱり永楽屋さんの手ぬぐいが好きですね。いろんなとこで買うんですけど、ここの手ぬぐいはやっぱり可愛いなと思うのがたくさんあります。クリスマスとお正月仕様のものを買いました。
そう、あとはこちらですね、先ほどの清少堂さんで買った帯留めです。こちらのねレザーの入れ物がセットになってました。はい、購入したのはこちらの帯留めになります。こちらの帯留めはアンティークのガラス玉を使っていまして、もともとは夏の日本髪の根掛けとして使われていたものの、帯留めに変えたものだそうです。はい、すごくね可愛いですよね。いろんな帯とねちょっと合わせてもらったんですけども、結構合わせやすくて可愛かったので、こちらを購入することにしました。はい、はい、あと購入したものは、工房1で買ったのはこちらの、これもね帯留めになります。結構ねサイズ的に大きめなんですが、意外とこうやって手に取ってみるより、あの帯にね合わせてみた時にすごくねレトロな感じで可愛かったので、こちらも工房1で買いました。あとは、着物関係ではないんですけど、私の大好きなね器を少し買いました。本当ね、なんで私はあのキャリーバッグを持ってこなかったんだろうっていうぐらいなんですが、こちらのレンゲを家族の人数分と、あとは小さなお皿を4枚買いました。本当にねもうこの量で結構帯も5枚買っていたので、結構限界に重くてですね、本当にキャリーバッグを持ってくればよかったと思ったんですが、ちょっとねあまり買いすぎなかったという点では良かったのかもしれないです。本当にね工房市初めて行ったんですが、本当にね1日半日かけて回ってもいいくらいたくさんお店があって、食べるものもねたくさん売ってたので楽しかったです。前日にちょっとね雨が降っていて足元は悪かったんですけれども、当日はすごく天気が良かったので、すごくお買い物としては楽しかったです。それではまた他の動画でお会いしましょう。またねー。